まきちゃんから昨日誕生日プレゼントにもらったラキューです。ノコギリザメどれ？これです。お、他にも何ができますか？ホウジロウザメ、うん、スモクザメ、うん、ベビーマンタ。ノコギリザメを作ります。まきちゃん、こうじくん、ありがとう。OK。ペラペラに作るのは、アオザメ、タツノオトシゴ、ホウジロザメ、ノコギリザメです。平面作品です、これは。はい。ホウジロザメは、特に難しいです。めっちゃページあんな。ページがいっぱい、ホウジロザメはページがいっぱいあります。はい。2番目のシュモクザメは、はいはいよ、僕が一番簡単なサメです。はい。ノコギリザメは今日やるシーンです。はい。ベビーマンタは特に簡単です。はい。でもやったことのない、まだやってないのでそれは楽しみです。はい。後で作ろうか。台座を作って完成した作品を飾ろう。